今日日露戦争について入りたかったんですけども、どうも資本主義のことを、経済のことをまとめてるとどうしても多分時間が足りなくなるだろうということで、日露戦争の前提となす日本の産業革命っていうのをちょっと喋っとかないと、なかなか日露戦争の背景がですね分からない部分があるんで、そういう点でもう今日は一回嫌でしょうけども経済の話ということで、経済の話っていうのは予備校の時に生徒に話してても全く生徒は乗らない、つまんないですね。で、エピソードがあまりないですね、つまらないですね。で、ただつまらないって言ってわからないっていうふうに言っちゃうとすごくとんでもないことをがいろいろなされてしまうと。で、例えば3日前に日本銀行が今までの政策がアベノミクスに戻って今までの、政策を、金融緩和政策とですね、ゼロ金利政策を大幅に変えるというですね、新しい経済政策を打ち出しましたね。鳴り物入りで打ち出して、で、打ち出した途端に株価が300円上がりまして大成功だそうです。もう落ちましたけどね、わずか一家転嫁ではなくて2日ぐらいで落ちちゃいましたけども、全部壊れますね。地声でいきますので前に出てきてください、出て聞こえなかったら。で、実はあれすいません、みんなが前に来るよりこれがちょっと前に来たのかな。あ、大丈夫、急にまた治りました。やっぱり人見てるじゃないですか。どうかな。もうちょっと カメラいい。そんなに近づいたらカメラ、だからじゃないですアップに耐えるような顔じゃない。あれ、あ、ついたり消えたりしてる。まだだ。ほら、そっちの電池入れたら、そっちの電池パチンってやったら外れるはず。電池の問題みたいですね。よかったです。人間の問題とか言われそうだった。まだのボケとか言われてるんですよ。ですね、おとといの発表にはすごくびっくりしてですね、まだまだたまたま大昔にですね、学生の頃に日本経済学というのが専門でして、卒業して大学に行ってる時にですね、日銀の金融研究会っていうののメンバーになってましてね、その頃あんなバカな議論っていうのは出たことがないんですけども、実は昨日おととい発表されたのことはですね、どう考えても不可能なことを二つに点で不可能なことをやろうということを見え見えの形でもって、経済学者と称する人や専門家が言うわけですよね。でも絶対にありえないことを言うわけですよ。で、なぜそういうことを、こんなことは子供でも分かるじゃないかと思うことを言うんだけども、ただみんな経済に苦手な意識があるのか、貨幣政策なんてのは天から難しいから私には分からない、株価があったんだからいいんじゃないかってうちの女房みたいなね、そういう言い方をするという人が多くてですね、おかしいだろお前って言ってもなかなか分かってもらえないんだけど、あれね、何が変化って言ったら、つまりマイナス金利っていうことを採用したら銀行を含めて金融機関が儲からなくなっちゃったと。マイナス、つまり、長期金利に関、銀行の貸し出しの基準となるような住宅ローンの基準になるような長期金利に関してはマイナスでは評判が悪いと。だから少なくともですね、これね、長期金利に関してはプラスとマイナスゼロにすると。だから今まで政府がバン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 国債長期金利の元になる10年もの国債っていうのをどん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 日銀が買っちゃったからですね、こうね、金利がどん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 下がってそしてマイナスになってるわけですよね。
だからその買うのをちょっと控えようと。だからそうすると金融機関が国債を売るのに対して政府がそれほど買ってくれないということ、日銀が買わないということになれば、これは金融引き締めです。だから金利が上がるんですね。でそれでもって 0% でもって調整しようと。ゼロよりもプラスになるようだったらですね、また買うと。マイナスになるようだったら買い控えるという形でもって、長期金利をですね、財政政策の金融政策でもって調整するんですね。こんなことは世界の中央銀行史上やられたことは一度もない。でましてですね、一方においてそれだけやったら金融引き締めになってですね、全般的にですね、金融引き締めたら今の緩和政策を撤回して引き締めたら不況になって、またですね、これね、不況下で円高が進んでですね、これね、どうにもならなくなるっていうんでもって、マイナス金利は維持して10年ものじゃない1年とか5年とかいう短期債券に関しては日銀がジャブジャブ買い込んで、短期金利はマイナス金利を維持するんです。一国に2つのね、長期金利とですね、短期金利の2つの金利があって、それがですね、中央銀行のですね、これね、政策によって長期金利は 0%、 短期金利はマイナス 0.1%、 こんな形で調整するってね、できるわけがない。どうやってやるんですか。誰が考えたってこんなもんできないんですよ。だって例えばですね、短期金利をですね、これね、マイナスにするためにジャブジャブ金をですね、異次元緩和でもってあれするっていうのはですね、当然ながらですね、10年よりももっと短い国債はガンガン買うわけですよね。で、それに株とか何とか今でも買っておりますけども、この間ちょっとびっくりしたんですけども、一部上場の日本のですね、これね、上位から30位ぐらいの企業のですね、筆頭株主はみんなですね、これはですね、まあ、国だけではないけどね、公的な資金が筆頭株主になってますよね。もう 17% も買ってる。で、つまり、国家やそれに準する資金が民間のですね、株式をこれほどですね、これね、 15% 以上も買っちゃってるということになれば、これはですね、これね、資本主義ではないですよね。で、それと同時にこの株はですね、塩漬け株になって売れないですよ。公的資金が売ったとなった途端に暴落しますから。だから株式市場が全然機能しなくなるんですね。どんどん狭くなっていく。債券市場もそうなったわけですね。で、絶対に不可能だっていうのがですね、つまりね、どん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 ですね、これね、民間のですね、景気を良くするために金融緩和をやっても物価は上がらず、 2% 目標だったのが上がらないという中で、今度は金利でもって操作すると言い始めてね、マイナス金利は一般向けには維持して円安を守ってですね、これね、景気は煽ると。じゃあ儲かった金はどうなのかって言ったら、全部金融機関に塩漬けになってるわけですね。また金融機関がですね、売った国債や何かっていうのは全部日銀の当座預金に入っちゃってるわけです。民間に出回らないわけですね。で、それでもってですね、その塩漬けになってる、まあ当座預金に眠ってる莫大な資金に関してはですね、預けてるだけでマイナス 0.1% のですね、金利がつくと。下ろすときにですね、手数料払わなきゃいけないと、こういうことになったわけですよね。そしたらですね、金融機関はどうするか、民間の企業はどうするかって言ったら、これ金預けるバカはいないですよ。減っちゃうんだから預けてたって。一方ですね、国債に関してはこれはですね、ね、政府の責任でもってですね、ね、0% 維持する。国債は少なくともですね、買っても目減りしないと。みんな国債で持つようになるに決まってるじゃないですか。そしたら調整なんてできないですよね。だいたいこれあのですね、最初にですね、財政政策のところで問題になることですけどね、長期金利っていうのは何で決まるかと、まあ通常基準になるのはですね、これね、10年もののですね、これね、国債ですよね。このですね、利子ですけども、この長期金利に関しては必ずこういう鉄則があるわけですよね。
予測インフレ率というのがあってですね、今後どのくらいですね、これね、インフレが進むかによって必ず長期金利というのはそのままの形でもって他のですね、干渉が入らなければ必ずですね、ね、インフレ予測率よりも必ず上に行くんです。なぜか当たり前ですよね、損するためにですね、まあ、ね、投資するやつはいないですから、儲けるためにやるわけですよね。で、例えば政府日銀が必ずですね 2% のですね、物価上昇を実現します、つまり 2% のインフレにしますって言ったら、国債持ってるやつは 2% ただ持ってるだけで 2% ずつですね、目減りするわけですから、 2% を超える利子がつかない限り買わないですよね。だから通常は現在のですね、日本のですね、これね、長期金利はみんながですね、これまともに市場が機能してて、みんなが日銀が 2% のインフレターゲットを実現するんだっていうことを信じたら、 2% 以上にならなければおかしいわけです。だから誰が考えてもそうですね、 2% 以上にならなければ利益が出ないわけですから、1年後にですね 2%、インフレが進んで持ってるですね、こうね、貨幣資産が 2% 目減りするって言うんだったら、 2% 以上の金利がつかなければ誰もそれを買わない、当たり前のことです。資本主義の鉄則です。この、ね、儲かんなければ投資がないと。ところが今ね、マイナス金利だと。で、一方において 2% のインフレを達成する、で長期金利はゼロにしですね、保ち続ける、こんなことができるわけがない。なんでできてるかって言ったら、ものすごく自然にどん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 ですね、通貨量をですね、これは日本銀行は一応ですね、これね、唯一の発券銀行で、今は不完全ですから、いくらでも通貨量を膨張できるから持ってるわけですよ。ただしこれもですね、限界がありますよね。それから、先ほど言ったように、ですね、マイナス金利を維持するしてですね、景気を煽るってだって、それで手に入れた資金というものはですね、これね、いわば企業にしろですね、金融機関にしろ、みんなですね、これね、預金寝かしと、お金として寝かしといたらですね、マイナスになっちゃいますから、預けといたらマイナスになっちゃいますからですね、国債が少なくともですね、金利がゼロですね、これね、維持できると。国債は期限が来ればですね、これね、ですね、償還されるわけですから、最初に選定された利子だけ部分だけは増えるわけだから、そういう点でですね、これね、みんな国債を買ってしまうということになるから、長期金利は維持できない、誰が考えてもそうなるわけです。で、こんなことを含めもでもね、あんなですね、まあね、10人近い経済学者専門家が眼首揃えてですね、こうね、やってですね、あんなことを発表する、もうですね、本当にどうにもならないよね、これはね。からもう一つ言えば、今度決まったことで重要なことは、 2% はなかなか達成できなかったわけですね。で、2年以内にやるというのができなかったわけです。期限はつけないというのが一つと、たとえ 2% になっても、それをずっと維持するために金融緩和は続けるとなったんですね。つまりいつまでたっても出口がないということなんですよ。いつまでたっても出口がなく、中央銀行が、ですね、こうね、株やですね、こうね、国債をどん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 引き受けて買い続けるったって、株やですね、国債もですね、当然ながら限度があるわけです、量があるわけですよね。なんか国債なんか毎年80兆円ずつ買っちゃったから、来年ぐらい持ってですね、もう買い入れる分がなくなっちゃうと言われてるわけですよね。当然ながらそうなるわけですよ。そうなったらどうなるか、こういう政策はですね、これね、数年間持たないんです。どう考えたって、誰が考えたって分かることなんですね、こんなものね。別に難しい議論でも何でもない、儲かんなきゃ誰も投資しないというのが原則ですから。で、こんなことをですね、やってるわけです。で、僕は来月ちょっとですね、機会があって東京でですね、江戸幕府のですね、貨幣政策についてね、吉祥寺で話し合いしなきゃなんないんで、ちょっと今その勉強してるんですけどね、江戸時代幕府の勘定書、江戸幕府はですね、金銀銅の傘下の通貨発行を独占してますけどね、これは勘定書のですね、役人が全部決めていくわけですね。
この通貨政策というのはですね、はるかに今の日銀のですね、お金役人なんか優秀ですよ。すごいです、これは。あ、やっぱり特に幕末にですね、開港して欧米とのですね、これね、貨幣の交換というのが起こるときに非常に優秀ですよね、あの当時の江戸幕府のですね、経済官僚というのが。でそういうとこから見るとですね、本当にですね、知的に対抗してますよね、この機械とかね、同じどっかおかしくなっちゃったんですね、これね。あんなことをですね、よく決めてですね、新聞で発表できるっていうのを言ってるんですよ。2つの長期金利と短期金利と別々にして調整する、どうやってやるんだと。大体金増やして 2% 上げるって2年間で上げるっていう、そんな簡単なことすらできなかったのがね、金利なんてですね、これは単に通貨の量でもって調整できるようなもんでなくて、いろんな思惑が入るわけですね。そういう中で原則として言えることは、将来物価がどのくらい上がるかってことのですね、予測の上にしかですね、金利はそれ上にあるぐらいしか言えないという、そういう不確かなものをどういう形でですね、2種類調節するんだと、本当に馬鹿げてますけども、そういうことを言ってるね。これもあまり腹立ってると言ってるとですね、終わりませんけど。ですから経済っていうのは本当にある意味で言えば 1+1 が2というかですね、これね、人間は儲からなければですね、これね、経済的には投資しないとかですね、原則があるわけ、誰が考えたって。でそれを踏まえた上で理屈でですね、やっていけばね、理解してほしいと思うんですけども、なんかグラフとかですね、数字とか僕も嫌いですけどもね、そういうのが出てくると途端に難しくなってですね、でも結局株価が上がったんだからいいんじゃないのって、うん、あの一昨日もあの夫婦の喧嘩になってしまいましたけどね、まあ、そんな問題じゃねえんだとか言うと、怒られてしまいまして、株価が上がったんだからあんたの言うことは信用できないとか言われてですね、それ以外の不信感があるんじゃないかと日常的に思いますけども、まあ、冗談ともかくとしまして、最初に今日はですね、まあ、日露戦争前、の日本の資本主義の成立からですね、第一次産業革命ぐらいまでを簡単に見ておきたいというふうに思います。今日3種類のものを配りましたけども、まあ、小動物行動事件と田中正造というのは昔作った、ね、資料なんで、これは参考で後でですね、お一人お一人で見ていただきたいと思うんで、ちょっと資本主義の発展というのと、まあ、グラフなどを入れた資料について、見ていただきたいと思います。で最初に、松川財政の影響というふうに出てきますけれども、ここはですね、最初のこの資料の紙幣流通高と米価の変動というところを見ていただきたい。で、まあ、1976年以降の紙幣発行と米価の関係というのが非常にきれいに出たグラフなんですけれども、ここで見ていただければ分かるように、76年77年というのは紙幣は政府紙幣だけ白ですよね。で76年段階で政府紙幣の発行高は1億円ちょっとです。左側の目盛りですね、1000万円単位ですから10のところよりちょっと上です。1億円ちょっとです。でこれがですね、78年になると政府紙幣の発行高もガンと増えるけれども、それと同時に斜めの線、黒い線、これは、国立銀行条例が改正されて国立銀行券が不完紙幣になって発行できるとなったんで、この分が上乗せされたわけですよね。民間の国立銀行が出す紙幣、これが出てきまして、78年になんとですね、これね、1億6000万ぐらいになってますよね。 60% の通貨量増大である。60% の通貨量増大ということがですね、1年間2年間で起こったということは、これはとてつもないことであって、ね、今はもっととてつもないことをやってるわけですよね。2年間で 100% やったわけですからね、通貨量増大させたわけですからね。そうすると、
なんでこういうことが起こったのかって言ったら、これはあの1800ですね、これね、1900になってる。ごめんなさい、これグラフが間違えてますね。1877年に西南戦争が起こったからです。で、この西南戦争の戦費を賄うために、ですね、膨大なですね、政府支援と国立銀行券の増発が行われるんですね。で、これはどちらも不完支援ですから、いくらでも増やすことはできるわけですけども、通貨量が一方的に増えていけば、当然ながら通貨価値は下がるということは、物価は上がる、物価の最も鋭く反映するのが米価ですから、そういう点から言うと米価はこの通貨量増大とともにどん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 上がっていってですね、特に78年から80年、81年、この段階でですね、米価はだいたい、これが右が米価の目盛りですけども、1国あたり5円だったのがだいたいですね、10円を超えちゃうという、米価は2倍になってるわけですね。で、ここでもって81年に明治14年の政変が起こって、大隈重信一派がですね、これね、政府から追放されて、大蔵卿が松方正義に変わるわけです。ここから松方財政というですね、超デフレ政策が始まるわけですね。つまり、松方財政については前にも言いましたけどもですね、ここね、軍事費を除く歳出を徹底的に切り詰めていくと同時に、大増税を図るという形でもって、通貨量をどん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 減らしていくと。すると通貨量はどん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 減っていって、これはですね、マスカラデフレのピークは84年って言われるんですけどね、84年、85年で最も通貨量が減ります。これね、で、こういう形でどん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 通貨が緊縮していくと、同時に今度はですね、米価はそれにつられてお金の量が一方的に少なくなるわけですから、貨幣価値が上がる、逆に言うと物の値段は下がる、デフレになりますから米価がどんどん下がるわけですよ。とちょうど富士山のような形でもってこのグラフがあるのは、つまり76年の段階に84年に戻るわけですね。一旦2倍になって、それが2分の1になると。で、このことが、どういうですね、こうね、まず影響を与えるかっていうと、これはですね、一つは自作のことです。このですね、自作農民にとってみれば、これは地価の 2.5% という地層、主に米を売って得た金でもって地層を払うんですけども、地層は地価の 2.5% ですから、ね、地価が100万円と決まってれば地層は2万5000円なんですね。固定されてるわけです。だから76年から80年、81年にかけて米価がどん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 上がると、ただし納める地層は一定だってんだったら、農民の暮らしはどん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 楽になるわけですよ、ね、で、ところがこのですね、81年段階からですね、84年にかけて急激に米価が2分の1になりますよね。と納めるですね、こうね、貨幣の量は変わりませんけども、貨幣価値が2倍になる、物の値段が半分になる、同じ量の米を売ってもですね、半分しか金入ってこない、こうなりますから、この松方財政基金ですね、これね、徹底的にですね、ようやっと基礎を払って生活できるような自作の生活が破壊されるんですね。だから84年に、ですね、秩父事件をはじめとするですね、月下事件と言われるようなね、武装蜂起事件が次々と起こる原因がここにあるわけです。食えないわけですね、松方財政期にはほとんどですね、これね、特に米作、それから、繭作ですね、これね、繭を作ってるのかね、こういったところがいわば飢餓戦場を抑え繭ぐらいの、そういう状態まで追い詰められたと言われるからね、下がっちゃうわけです、生活で。だから一方政府にとってみればですね、これね、
入ってくる金は同じでもですね、これはね、地層は入ってくる地層は同じでもですね、貨幣価値が倍になるわけですから、84年段階にはね。だから政府財政はですね、これね、好転するわけです。だからここに書いてあることね、つまり、マスカイ財政の影響として、これはね、なんでですね、これね、ここに出て既成地主制というのが確立していくのかという問題は、まず、米価と、当時二大農産物、1930年代までは日本の農業に関しては2つのですね、こうね、柱があります。1つが米、1つが繭なんですね。で、繭は生糸を作って一極的にアメリカに売りまくりますから、そういう点から言うとですね、こうね、繭価っていうのが非常に大きな変動を示すわけですけども、松風座席に米価は2分の1ピークにはね、繭価は3分の1に暴落したと言われます。ということが、基礎は一定ですから、一定の金額ですから、基礎負担が実質的に増大するからですね、これね、自作農が、もうですね、これね、生活できなくなるという中で、金貸しから金を借りてですね、基礎を払って返せなくなって土地が取られるという形でもって、松風財政金にですね、これね、いわば自作農村の大量の没落が起こるというのが一つです。から政府財政はですね、これによって松風財政の時に再建されていくと、基礎収入が増加していくというわけで、それから3番目にですね、輸出の伸長というのは、ここは分かりにくいかもしれないけれどもですね、これね、物価がどん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 下がるということは、物価が下がるということはですね、これは国際物価に対して国内物価がどんどん切り下がるということは、日本製品が安く輸出できるわけですね。同時に外国の物価が物は高くなるわけです、相対的に。だからこれはですね、これね、外国のものに関してはですね、これね、買いにくくなって輸入しにくくなって、と同時に輸出に関しては有利に働くんですね。つまり今の円安と同じですね、働きをするわけですよ、デフレっていうのは。だから、そういう点から言うとですね、これね、マスカル財政81年からですね、これね、始まりますけれども、82年にはですね、もうね、ずっとですね、赤字だった貿易はですね、もうね、輸出超過になっていくと、黒字になっていくと、はい、で、もう一方において、松風財政期のですね、85年にですね、これね、日本銀行券が発行されて、86年に銀貨券が開始されますから、そういう点から言うと、政府が発行する日本銀行券というのは銀とリンクするわけですね。だから通貨価値が安定するわけです。為替相場の安定ということは、為替相場というのは外国貨幣と自国貨幣、日本の貨幣との交換比率ですけども、これは日本の貨幣が銀と結びつ銀高になりますから、そういう点でですね、ほぼ固定される、安定するという形になるんですね。で、そういう中で、これはもう輸出に非常にプラスに働く。で、こういう中で、輸出が伸びると。で、そうすると、これはですね、資本主義の前提をなすようなですね、財政政策だとよく言われるわけだけども、まあ、今も進んでおりますけども、二極化ということが起こるわけですね。一方においてですね、これね、自作農村が、自作農村は徹底的にですね、これね、収奪されて没落していく。一方において金持ちはどんどん金を集めていく。で、そういう中で、金禄公債を大量にもらった家族であるとか、地主とか都市の富商、こういったところに土地や資金が集中していく。で、没落した農民は農村に残って小作農民になる。地主に土地借りてですね、小作料を払って小作農民になるか、それともなければ都市に出てってですね、こうね、低賃金労働力に労働者になるかという。つまり圧倒的多数の人間が自らの労働力を売る以外に生活の方法がないという形に一つなるということが資本主義の前提で必要なんですね。だからもう一方において、ごく少数の人間に土地とか資金が集中して、これがですね、資本として資本というのは利益を求めて投下されるということですね。こういう状態になると、これがですね、松風財政期に進行するわけです。まあ右側に、
デフレによる自作労の没落とありますけども、まあ、1903年段階までバーッと出ておりますけども、自作地がどんどん減っていって小作地が増えると、まあ、1903年段階においては自作、自作地は 55.6 小作地が 44.4 から、下の方の1908年段階見ればですね、これね、小作自己作というですね、これね、何らかの形でですね、これね、土地を借りて生活してるしか生活できない、そういう農民がですね、もうね、70% 近くになってるわけですね。で、完全な自作とは 33.3%、 3分の1ですけども、このほとんどがですね、これね、非常に多くの土地を兼併して集めている、そして自らは工作しない既成印になっていくと、こういうことが急激にですね、これね、進行しているということがこのグラフから分かると。からこれに輪をかけたのがですね、これね、今まで明治政府がさまざまな形でもって膨大な資金を通じてですね突っ込んだ、そして公募所を中心にして、政府資金でもってさまざまなですね、欧米のね、近代的なですね、こう生産システムを植え付けようってんでもってですね、官営事業というのをさまざまな形でですね、作っていったわけですけども、これは80年代にですね、ほとんどが80年代にですね、民間に払い下げられるという形を取ったんですね。まあ明治14年の政変そのものが北海道開拓使の官有物払い下げ、これをめぐって起こるわけですけれども、84年には工場払い下げ外則というのが廃止されますとですね、これまでは払い下げるにあたって外則というのがあってですね、ある程度バカな値段ではなくてですね、ある程度元が取れるようにですね、高い値段で売ろうとしたわけですね。で、払い下げがあんまり進まなかったわけです。ところが84年にですね、工場払い下げ外則というのが廃止されたとはどうなったかというと、つまり規則がないわけですから、実権を握ってるですね、これね、大蔵省とか内務省の官僚と個人的な関係を持った政商というね、政治的なですね、ね、勢力と結びついたそういう商人、三井とか三菱とかね、政商と言われますけれども、そういう人たちにですね、優先的にですね、売り渡されると。で、当然ながらですね、そういう交換に一定のキックバック、賄賂を送る代わりにですね、非常に安い値段で払い下げるという形を取るわけですね。で、まあ、官営事業の払い下げについてもここで一覧表になってますけども、ですね、押さえておきていただきたいのは4つあります。高島炭鉱と三池炭鉱と富岡製糸場と長崎造船所です。つまり、後の三菱財閥のですね、最も富の源泉になったのが、高島炭鉱なんですね。高島炭鉱は一旦ですね、後藤象二郎に払い下げられた後にさらに三菱に払い下げられています。から、長崎造船所87年に払い下げられてますね。で、例えば長崎城造船所なんていうのは113万というような当時としては非常に高い額で払い下げられているように見えます。14万ですか、いや45万ですから非常に高い値段で払い下げてますね。から三井炭鉱なんていうのはですね、これね、三池炭鉱なんていうのは三井に払い下げられますけども、最終的には、459万というような非常にですね、破格の高い値段で払い下げられているように見えますが、ね、問題なのは払い下げ条件というのは一切分からないわけです。価格はこうですよと、例えば北海道開拓地のですね、こうね、勧誘財産の払い下げに関してはですね、払い下げ価格も安いけどもね、無利息30年年譜なんていうね、そういうあれだったわけですよね。江戸時代に薩摩藩がですね、こうね、200年年譜で500万両というのをですね、返すとか言って踏み倒したというのは有名な話がありますけども、この時期のですね、これね、いわば政府高官と結びついた財閥のですね、これね、いわばその政商との間の関係っていうのが非常に不透明なのは、一応発表された金額はこれですよと言っても払い下げ条件っていうのは全然出てこない。
とにかくこの三池と富岡製糸場、これが三井財閥のですね、もうね、非常に大きなですね、富の源泉になるわけですね。だから、高島南港と長崎造船所、今の三菱重工ですね、これが三菱財閥の非常に大きな富の源泉になると。もう一つ三菱は郵船というね、船舶というのを持ってますけど、こういうですね、こうやって形でもって80年代に膨大な政府資産がですね、民間の一部の特権的な大商人に払い下げられて、これも資本主義をですね、成立させる非常に大きなですね、要因になるということなんですね。で、通貨価値が安定してどん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 ですね、これね、いわばですね、これね、輸出が増えて好景気になっていく中で、1886年から89年にかけてはですね、これね、株式会社設立ブーム、企業勃興っていうふうに経済史的には言われますからね、会社設立ブームになるわけです。で、特にこの時期に、民間の資金が集中しているのが、紡績業、綿紡績業ですね、これね、綿花から綿糸を作る、から製糸業、生糸を作る、ね、それから鉄道、こういったところに資金が集中していって、そしてですね、大体この、企業勃興期といわれる86年から89年で日本におけるですね、会社総数の半数以上が株式会社になる。で、いうことで、一応この時期に日本の資本主義というのが成立したんだというふうに言われるんですね、経済史的には。で、次のページ、官営事業については言いましたから、次のページに行きますね。そうすると、こういったですね、80年代の一応資本主義の成立を受けてですね、民間においてですね、日清戦争の大体前後といいますから、日清戦争というのは1894年から95年ですね。この戦争前後、1890年代の前半に、日本では第一次産業革命が起こったというふうに言われます。で、最初に紡績業の発展というのが出てますけども、これはですね、この今見てたグラフがついてる資料の2枚目のところを見ていただきたいんですけども、品目別輸出入割合というのはですね、2枚目の一番上に出てると思うんですけどね、まず輸出品というのを見れば、これはもうですね、ね、幕末の開国以降、開港以降、日本の最大の輸出品は生糸なんですね。生糸というものがあったから日本の近代化っていうのは可能だったというふうに言われるんです。で、生糸というのはですね、ね、原料は蚕が吐き出す繭ですよね。で、これを繭を紡ぎ出すして、より合わせて糸にするのをですね、こうね、製糸業というわけですけども、このですね、生糸を作るですね、これね、生糸が大体ですね、1882年でもって輸出総額のですね、これね、 43%、 97年でも 34% というふうになってますよね。で、大体これはですね、1930年代、昭和恐慌が始まるまで、1930年代まではですね、これね、常に生糸は輸出総額の第1位なんですよ。なんで1930年代の昭和恐慌期に生糸っていうのがですね、これね、没落してしまうのかっていうのは、化学繊維ができるからなんですね。で、生糸はですね、これね、初期にはイギリスに、後にはアメリカに一極集中的に輸出されますから、つまり欧米諸国に輸出できる、そういう製品だったわけです。で、その他はあんまりないです、見るべきものはね。まあ、銅とか石炭とかとかいうのが時々非常に増える時もあるんですけども、一応ずっとですね、これね、生糸というのは輸出品の第一位だと。から次に輸入品です。輸入品について見ていくと、幕末以降ですね、これね、最大の輸入品というのは何かというと、綿製品と毛織物製品なんですね。
で幕末開港期にはですね、これね8割を超えちゃう2つで、つまり世界の工場と言われたイギリスがですね最も得意とする綿紡績業とですね、これね羊毛工業、ここでもっとですねこれね、が怒涛のように日本の国内にですねこれね入ってくるわけです。でところでもって82年段階でですねこれね目に見れば輸入品の第1位は何かっていうと綿糸です。だからそういう点から言うと幕末から明治初期のですね日本のですね民族資本というのは非常に強いんですね。だから開港直後はですねイギリスのですね、これね工場で作られた完成品としての綿織物が第1位だったわけです。ところが綿織物の原料であるですねこれね綿糸、これを輸入して国内でもって織物にするという形でもってですね、これね日本のですねこれね綿織物業者が抵抗するわけですね。だから輸出品が綿糸なんですよ。ね、まあ意外なことに2位が砂糖とかなってますよね。でこの82年に最大の輸入品であった綿糸が97年、まあ日清戦争が90ですね、これね5年に終わりますけども、97年というのは日本資本主義活気の年と言われるんですけどね、綿糸の輸入が 22% からわずかですねこれね 4.4% になると。じゃあですね輸出品の方を見てください。輸出品のとですね1897年でもって綿糸を見れば綿糸輸出は 8.2% ですね。つまり日本は最大の82年段階で最大の輸入品が綿糸だったのが97年段階においては綿糸輸出国になってるわけですよ。ここに日本の産業革命があるわけですよね。つまりですね、じゃあ貿易品の第1位は輸入品の第1位は97年に何に変わってるかって言ったら綿花です。綿花ってのは綿糸の原料ですよね。つまり綿花から綿糸を作るのを紡績業っていうわけですけど、この綿紡績業の発展によって最大の輸入品であった綿糸がですね、これね輸出品に変わり、それに代わって綿糸の原料である綿花が最大の輸入品になっていると。ここに日本の綿紡績業が完全にですね、これねイギリスの綿紡績業に匹敵するような生産水準を兼ね備えた、そういうですね段階に達していると、ここに日本の産業革命というのは如実に現れてくるんだということですね。産業革命は最も身近なね繊維製品から起こるというのは鉄則であります。で日本にはいても例外はない。じゃあ最もですねこれね典型的に現れた日本の綿紡績業というものについて、これは、本文の方に行きますけども、紡績業っていうのはまあ日本の場合にはですねこれね紡績業って場合には綿花から材料は綿花で綿花から綿糸を紡ぐ産業なんですね。でこれはあの江戸時代にはですね木綿というのがですねこれね最大の商品作物であって、国内では非常に広く綿花を作ってるわけですよね。そしてですね、その綿花をもとにですね、綿糸を作りですね、こうね、木綿と言われるようなですね、織物を作るというようなことは手工業では非常に盛んだったわけです。ところが明治以降ですね、これね国産の綿花を使って、紡績を行おうというようなそういう試みはずっとなされたんですけど全部失敗するんですね。日本の綿花の値段が高いわけですよ、中国やインドと比べれば。それと同時に毛足が短くてですね、こうね紡績機械にですねうまくですねこうね、引っかからないというような、そういうですね、特徴もあって機械が非常に日本の原料のですね日本産の綿花ではですね機械化が非常に難しいというようなことがあるわけですね。すると紡績業の特徴として原料は一極集中的に中国、インド、後にはアメリカ、こういうところから輸入するわけです。で、紡績機械はですね、ほとんど全て
イギリスです。イギリスです。最大の、綿紡織国であるイギリスから紡績機械は輸入すると。そして輸出産業としてですね、これね、国内で使う分ももちろんのこと、それと同時にですね、朝鮮や中国に輸出していくことによって生産を拡大していくと。でこういう形ですよね。で、ですからこれは最初から規模の問題、小規模なですね、資本ではできないわけですね。外国から大量に綿花を買い入れる、その通りにイギリスの方から紡績機械を使うと、こういうことですからね。でちょっとこっちの資料集の右側の方を見ていただきたいんですけども、綿糸の生産と輸出輸入の変遷というね、やっぱね、日本紡績史から取ったグラフを載せておきましたけども、これね、綿糸の生産と、つまりこう言うと、輸出入ということですから、綿糸の生産というのは1886年から始まってますから、ずっと右肩上がりにですね、大体ですね、1898年ぐらいまで行ってますよね。からそれとほぼ一滴それから形でもって、まあ、1893年ぐらいから綿糸の輸出が始まって、なんと1897年の段階ではですね、これね、綿糸の輸入を輸出が追い越しちゃうの。97年段階でですね、これね、綿糸輸出国になるという形でもって、ほぼですね、生産と輸出がですね、パラレル、平行な感覚で増えたり減ったりしてますよね。で、この生産と輸出の間のですね、これね、大きさは何かっていうと、国内で消費する分があるからなんです。だから、この紡績業の特徴は、これは輸出も増えるけどもですね、原料である綿花や機械の輸入も増えるわけです。だから、そういう点から言うと、紡績業はいくら発展しても、この産業一つでもってはですね、こうね、貿易交差、絶対黒字にならない。輸出が増えても国内で大量に使うと、製品をね、から輸出が増えてもですね、これね、輸入も増えるわけですから。だからこれは外貨獲得産業ではないということなんです。で、もう一つですね、これね、じゃあここでなんでですね、こんなにね、順調にどん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 輸出を伸ばしていってですね、最終的には1930年代、33年にはですね、これね、イギリスを抜いて世界最大のですね、これね、綿糸輸出国になるわけですよね。でなんでこういうですね、これね、形で順調に伸びていったのかということなんですね。で、競争相手はどこなのかって、これはイギリスですよ。ね、幕末期にイギリスの製品が大量に入ってきてるわけですから。じゃあイギリスのですね、これね、綿糸綿布というのを駆逐して、日本製品が外国にですね、どん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 ね、中国などに伸びていけた理由ってのは何か。これはですね、品質ではないですよ。品質から言ったらですね、これね、原料は中国インドなんですから。イギリスの綿糸はですね、インド綿糸ですよね。インド綿が使うわけです。機械もイギリスからの輸入なんです。だからですね、できた製品に関してはですね、これね、いわば、同じ品質のものができるに決まってるわけですよね。で、そうなると、なぜですね、これね、日本の製品綿糸がボンボン伸びたかというのは簡単で、安かったからですよ。イギリス製品に。なんで安かったのか、ね、だって原料はインドから輸入するんですよ。インドはイギリスの植民地ですよ。イギリスの綿紡織業は日本よりもはるかに安いですね。インド綿花使えるわけですよ。で、機械もイギリスから輸入するんですよ。イギリスの紡績業は自国の機械を使えるわけですね。だからそういう点から言ったら日本よりもはるかに有利なんですね。で、なんでですね、中国市場でイギリス製品を駆逐していくことができたのか、それほど安い製品ができたのか、これは簡単ですよね。つまり工場法が制定されて最低賃金が決まっている、労働条件が決まっているようなイギリス植民地のインドの紡績女工の賃金水準よりもはるかに、これはもう決定的に日本の方が安かったということなんです。労働条件が悪かったってことなんですね。で、これが日本のですね、資本主義産業革命を支えたわけです、ね、だから
日本の紡績女工の賃金水準、労働水準、労働環境水準はイギリス植民地のインド女工の水準をはるかに下回るような過酷な水準だったということが、ね、歴然としているわけですね。でこれはなんでそういう給与生活水準が給与水準が保たれたかといったら、松方財政下にですね、これね、農民の自作農のほとんどがですね、これね、没落して小作農民になり、大量の余剰人員を農村に抱える。この農村の市場がですね、こうね、特に女性が口減らしのためとしてですね、都市の紡績銀行工場に働きに出されている、そういうですね、これね、いわば、既成人種制下のですね、これね、アジア的な低賃金の下でですね、常にそういうですね、低賃金労働者をですね、再生産していく日本の農業構造がですね、作り出していくわけですね、こういう賃金水準を。で、あとはですね、これね、だから紡績業っていうのがそういった輸出産業として拡大していって、唯一の武器はですね、これね、低賃金女子労働力だと。それからですね、規模の問題があるから、最初から大規模な大企業、独占的な大企業を中心に発達。で、機械紡績の製術過程に関しては、幕末期の鉄麦から、ガラ紡と呼ばれるには水晶紡績、これは1877年に、ガウン・タッチという人が、ね、発明したガラ紡っていうのがね、その後非常にですね、これね、愛知県などを中心に、普及するんですね、水晶紡動力をね。で、こういう形でもって、とにかく輸入を減らすためにはですね、どうしても紡績をですね、日本にですね、これね、根付かせなきゃいけないっていうんでもって、政府も官営紡績所などを次々と作るわけですから、まあ、新町とか愛知とかこんなのはどうでもいいんですけれどもね、いくつも作るんですね。ただし、ほとんど全部失敗に終わる。使い物にならない、売れない、競争力持たない。なぜかって言ったら、まず国際綿花使おうとしたら、イギリス製の紡績機械に引っかからないと、使えないと。じゃあ、輸入市場って言ってもですね、これね、幕末期からですね、これね、明治初期なんてのは輸入のし、原料の綿花を輸入する安定的なシステムがないわけです。だから輸入綿花が使えない。規模が小さすぎると。から、動力に水車、水力なんかを使うんでね。安定的な水量がある川ってのが日本の場合ないわけですよ、ほとんど。雨降ったらきっと急流になるけどね、雨が止んだら川が水が流れないみたいな、そんな川ばっかりですから、そういう技術的な問題によってほとんど政府主導の官営紡績所っていうのは失敗もある。で、発想を全部変えようってんでもって、これは明治財界の傑出したですね、これね、まあ指導者ですけども、第一国立銀行総裁の渋沢栄一が、イギリスとその大紡績会社にと同じ規模のですね、これね、いわばですね、これね、そして同じですね、これね、生産水準の工場を作ってですね、これね、やる以外にないと、こういうふうに決めてですね、1882年に設立して、83年からですね、これ開業始めたのが大阪紡績会社ですね。松方財政ですよ。で、ここでもって渋沢栄一は株式会社制度を取り入れてですね、民間資金、特にですね、これね、勤労公債が余ってる家族とか、こういうものの、ね、資金を大量に導入するという形でもって、そして、イギリスの巨大工場と同じ規模、まあ1万500水と言われますけどね、大阪紡績は最初にね、のようなイギリス紡績機によるイギリスのですね、巨大工場にと同じ規模の大規模経営をやると。から、動力に蒸気機関を利用するという形でもって、水車を使ったようなものではなくて、蒸気機関によって操業を安定化させると。から、原料は全部中国綿花にすると。国産の価格の 70% ですし、イギリスの紡績機械に対してよく対応するわけですね。その同時に、この時期に1880年代の半ばから電力が普及していきます。そうすると電灯の使用が可能になるので、昼夜二交代制っていうのが可能になるわけですよ。で、もって紡績職工に関しては
昼夜2交代の12時間労働というのを大阪縫製会社は取り入れたわけですね。で、なんて言ったってですね、武器は低賃金、女子労働力なんです。で、もう初期から大工場、大阪紡績会社がですね、開業と同時に成功、華々しく成功していくのを見て、次々とですね、こうね、大紡績会社ができていきます。まあ、三重紡とか金ヶ淵紡績なんでね、金紡、ね、今でも残ってますよね。こういった大会社がもうですね、企業国交機に設立されると。だから、ちょっと細かいですけども、ここに書いてあるように、80年代後半、1885年から6年にかけてなんですけど、イギリスのですね、紡績機がミュール紡績機からリング紡績機に変わるんですね。ミュールからリングへっていうのはですね、何を意味してるかっていうと、今までの紡績機械っていうのは非常に重くて操作が難しかったんですね、ミュール紡績機から。だから、女性では操作が難しかったんですけども、これがですね、これリング紡績機に変わったことによって操作が簡単で非常に力がいらない。これね、だから、そういう点でですね、決定的にここでもってですね、これね、紡績労働者っていうのは、女工が中心になるわけです。女性がね。で、1890年にはですね、綿糸の生産高が輸入高を超えると。で、いう形で順調に発展していきます。で、ここでもうですね、こうね、すぐに1882年に紡績連合会っていうのが結成されるんですね。で、これは1902年には大日本紡績連合会になりますけども、この1902年の大日本紡績連合会っていうのは、これはですね、これね、戦前を通じて最強のカルテルと言われたんですね。紡績業者が作る。カルテルというのはですね、企業が協定を結んでですね、これ以下の水準では作らない、ね、生産調整を行い、価格を維持する、こういうことをですね、これね、行うのをカルテルと言いますけども、最強の会というのはこの綿業独占戦隊と言われる大日本紡績連合会だったんです。で、特にこれはですね、これね、日本はですね、これね、幕末の改正役所以降、改正約1866年の改正役所までは 20% の輸入関税をかけてたわけですね、平均して。で、輸出関税もですね、物を輸出する場合にも 5% の輸出関税をかけてたわけです。で、そしてですね、これね、66年の改正役所でもって、どちらも輸出入ともに 5% の関税をかけるというふうになったんですね。完全に差がある。だけど、このですね、これね、原料の綿花を輸入するについてもですね、5% ですね、政府に対して関税を払わなきゃならなかったわけですね。で、この関税を撤廃しろと。から、製品の綿糸を外国に輸出する場合にもですね、5% の関税をですね、政府に納入しなきゃならなかった。だから、綿糸輸出税と綿花輸入税撤廃運動っていうのがですね、これね、もうですね、もうね、紡績連合会の結成と同時に始まるわけです。いう形で、これはもう1896年に撤廃されますからね。だから97年に日本はですね、ね、綿糸輸出国に変わるわけですけど。から、綿糸輸出の保護拡大ということではですね、これさっきもこの綿糸生産の輸出入の変態変遷を見ましたらいいですけども、1890年に中国への綿糸輸出が開始されますよね。で、こういうのを持って順調に伸ばしていくわけですけども、3ページ目に行きますね。1893年、日本郵船。これ三菱です。日本郵船はね。三菱が経験を持っている日本郵船が、インド航路を開設するんですね。で、中国綿花よりももっと品質が良くてもっと価格が安いインド綿花を輸入するためです。で、1894年綿糸輸出税が撤廃されると。で、ここで日清戦争が日本の綿紡績業にとっても大発展にとって決定的に重要だったのは、1895年に結ばれた下関条約で、これ前回読んだ条文の中に入ってなかったんで申し訳なかったんですけども、
左氏重慶蘇州広州の開始開港という条文があるんですね。つまり長江沿岸の4つの港に関して全て開港して、ここにですね、自由に日本製品を、ね、売り込むことができるという権利を手に入れたんですね。それと同時に翌年96年に日清通商航海条約ですけども、これは幕末に日本が押し付けられた不平等条約そのものなんですよ。中国側に関税主権がない、これ、ね、無関税で、つまりこの日清戦争に勝利した結果、中国最大の人口密集地帯に自由に商品を無関税で売り込むということができるという、この特権を手に入れたんですね。でこれによって、まさにイギリスのですね、ね、紡績製品、綿糸を駆逐する形でもって日本が輸出を伸ばした。だから1897年段階で、綿糸輸出が輸入を超えるというね、形になると、まあ、96年に綿花輸入税も撤廃されると。でこの綿花輸入税の撤廃で、ね、まあ、日本の農業にとって非常に大きな打撃になるのね。江戸時代まで綿花という綿というのは最大の商品作物だったわけですね。だから綿作農家っていうのは日本中にあったわけですけど、これがほとんど全部根絶されるんですね。まあ、もう科学的にも比較にならない、品質的にも比較にならないですね、これね、インド綿花が大量に入ってくるわけですから、無関税で。で、そういう状態でですね、97年段階で完全に日本が綿糸輸出国になった段階において、綿紡績業における産業革命が完全に成立したというふうに言われて、まさに日清戦争の直後ですよね。で、1897年が日本資本主義活期の年と呼ばれるのはね、綿紡績業において完全に産業革命が成立したこと、輸出高が輸入高を超えたことね、から97年というのが金融本位制が採用されたこと、日清戦争の賠償金のことにね、から軽工業においてですね、こういった産業革命が達成されると、次はですね、段階は重工業ですね。重工業の基本となるですね、鉄工業、特に97年に官営八幡製鉄所の設立が決まったこと、これね、いずれも1897年だね。から、工工業に長期資金をですね、投入する特殊銀行である日本勧業銀行も97年にですね、これね、設立されていると。そういう点で97年が日本資本主義の活期の年と言われますけども、これは綿紡績業における産業革命の、ね、いわば完成というかね、いう状態が出来上がると。から一方、製糸業ですけど、生糸を作る産業で、製糸業というのはですね、原料は蚕が吐き出す繭で、繭から細い糸を紡ぎ出して、これを寄り合わせて生糸にする、シルクにするね、生糸をくり取る産業のことをですね、製糸業と言います。で、ですからこれはですね、これね、紡績業と違って原料は国産のですね、繭であります。から次に、これもですね、ね、繭から生糸をくり取る産業っていうの、くり取る産業っていうのは機械化がほとんどできないんですね。製糸業における完全な機械化というのはですね、第二次世界大戦後のことなんですよ。つまり細い蚕の糸をですね、茹でて、これをですね、細いものをつまみ出してくるね、紡ぎ出してくる、これはですね、全て助工の手作業なんです。手先の熟練度が必要になるわけですね。で、紡ぎ出した糸を寄り合わせる、何本か寄り合わせる、で、より太い糸にする、そういうところでは機械を使えるわけです。だから、この手工業で正確の後に括弧して機械製糸って書いてあって、器と書いてありますよね。これは誤字ではないんですね、変換ミスではないんですね。つまりこれは少なくとも道具の段階なんです。まだ、まあ、いい、糸を寄り合わせる部分だけは機械ができるけども、肝心のですね、糸を紡ぎ出す作業に関しては手作業が、だから助工の熟練度がものを言うわけですよね。で、それと同時にできた製品は
一極集中的にですね、これね、初期に幕末期にはイギリスに、明治半ばぐらいからはですね、これね、アメリカにですね、これね、輸出されて、そして常にですね、これね、68年から95年の平均で 36% と第1位です。これは1930年代までですね、これね、輸出品の第1位がキートなんです。だから欧米に輸出できるという先進国に輸出できるというこういう製品を持ってたってことが大きいわけですね。そして、これはですから最大の外貨獲得産業、つまり金本位国に対してですね、輸出してですね、金貨を手に入れることができるわけですよね。で、紡績業の場合はいくらですね、こうね、外国に輸出しても国内で使う分もあって原料もですね、機械も輸入ですから構造的に赤字産業なんですけどですね、これね、先進業は徹底的な黒字産業なんですよ。だから紡績業で稼いだ金をですね、これね、で明治期のですね、軍備拡張とかね、重工業の発展というのがあり得たわけですよね。で、ただしこれはですね、これね、ろくなほとんど機械なんてのはですね、これね、道具の段階であって、物を言うのは熟工の手作業の熟練度だったんだったらですね、これね、だから非常に中小零細企業が非常に多くなっちゃうわけですね。大資本が必要とない。だから北関東を中心にしてですね、中小零細企業が中心に発展していくと、こういう特徴を持ってるわけですね。で、ところで、最近世界文化遺産になりましたけど、明治政府はですね、最大のですね、これ、ね、輸出商品であるこのですね、キートのですね、これね、品質をですね、これね、維持するために、欧米のですね、特にフランスのね、進んだ製紙技術を取り入れるために1872年に富岡製紙場をですね、これね、作りますよね。大蔵省がですね、72年に設立です。で、富岡工場と呼ばれるですね、武士のね、娘なんかをですね、これね、で官営模範工場として、でフランスのですね、機械製紙の技術を取り入れて、まあ、今もう片倉工業が管理してて、世界文化遺産になっておりますけど、レンガ造りの非常に美しい建物ですけどね。そしてこの富岡工場によって学ばれたフランスの製紙技術がですね、これね、やっぱ、関東周辺に伝わっていくということになります。まあようやくこれ1894年まさに日清戦争が始まるときに、機械製紙の生産量がざっくり製紙、ざっくり製紙は農家のおばちゃんが糸巻きをぐるぐる回してですね、縁側かなんかでね、やる、いわば内職みたいな形でやってる、そういうですね、製紙ですね。でざっくり製紙の生産量を追い越すと。で、1909年にはキート輸出は中国を追い抜いて世界第1位になる。こういうことね。で、ところで、なんで世界第一位に中国製品を駆逐して欧米で日本製品が第一位になったのか、これも同じ問題ですよね。原料のマイルも、ね、値段も中国と変わらない、中国の方が安いくらいですね。から、機械は、ね、この器は道具ですから、日本と中国で決定的に違うわけじゃないと、徐工の熟練度も変わらないって言ったんです。何が違うのかって、中国の製紙徐工よりも日本の製紙徐工の方がはるかに賃金が安いということですね。これね、これが中国を抜いて世界第一になれる理由です。いかに極端にですね、これね、やっぱ明治大正期のですね、日本のね、繊維産業のですね、賃金水準が低かったかということが、紡績業でも製紙業でも低かった。で、特に紡績業はまだですね、大資本中心なんですね。工場、近代的な工場を作って大資本中心なんで、まだですね、これね、そして昼夜2交代で電灯つけてやりますから、まだですね、これね、いい部分があるわけですけど、製紙業っていうのは中小零細企業中心ですよね。で、そういう点ではですね、製紙徐工の方がさらに紡績徐工よりもですね、これね、労働条件が悪いわけです。まあその問題については後でですね、これね、もうちょっと見ようと思います。から交通運輸業の発展に関しては簡単に言っておきます。
日本の交通運輸は全てつまりはね、国家資本が中心になるか、または国家の保護と育成によって成立していく。で、例えば後の大財閥になる三菱の出発点は、坂本半次郎が作った海援隊というのがですね、幕末期にね、三菱、同じと佐藩出身の岩崎彌太郎がですね、つくも商会に作り替えて1870年、で73年のですね、三菱商会と会商して翌年の台湾出兵に関して、どこもですね、こんなもやばいことやらないと、あれは西郷隆道の独断出兵ですからね、台湾に出兵しちゃったのは。だから軍隊、軍艦も行っちゃったけどですね、こうね、兵員やですね、こうね、食料やなんかをですね、どうやって運ぶんだった時、どこも尻込みして運ばないって時に、岩崎がですね、こうね、政府の大久保政権のですね、こうね、意を組んでですね、この三菱商会が台湾出兵の軍事輸送をですね、担当したわけですね。でこれ以降ですね、政府にですね、こうね、商船などをです、ね、払い下げなされて、ただでですね、もらって大発展を遂げていくわけです。まさに最初から政商でありですね、しかも、軍隊と結びついた市の商品だったわけですけども、75年には三菱汽船会社で、77年から始まる西南戦争に、77年の西南戦争では三菱が一手独占ですね。これはね、あの兵員輸送や軍事物資の輸送に関しては。でこの間、73年の明治6年の政変以降を、81年の明治14年の政変まで一貫して財政の最高責任者は大隈重信であります。大蔵卿のね。で、この大隈重信が三菱の岩崎に対してとてつもない保護を与えたわけですよね。でこれによって三菱財閥というのはですね、こうね、海運独占を達成できたわけです。ところが81年に大隈が追放されちゃったわけですよね。ほら、伊藤との権力闘争に負けて、で大隈はその後ですね、これね、立憲改進党を作ります。立憲改進党は進歩党になってですね、後々昭和には立憲民政党に変わっていくわけですけども、一貫してですね、これね、改進党も進歩党も立憲民政党も全て金庫番は三菱なんです。だから大隈と三菱、後のね、だから改進党やですね、これね、進歩党と言われるような日本の二大政党の保守政党の一つになったものは、全て資金面は三菱財閥がバックアップするという形を取ったわけですね。それはここから来てるわけです。で大隈が追放されたんで、それ見たことがあったんでもって、今度はですね、これね、今までのですね、これね、三菱岩崎のですね、海運独占に苦々しく思ってたグループが、寄ってたがって三菱通信に入るわけですよね。まず1882年に共同運輸会社っていうのが作られる。これ半官半民ですから、半分が政府出資、伊藤を中心とするですね、明治政府が作る、払うんですね。で半分が三菱と対抗していた三井財閥が払ったわけですよ。で、ここでですね、これね、共同運輸会社と三菱会社でもって猛烈な競争をやるんですね。で大阪東京間の運賃が 20% になっちゃったって、まあ、こういう競争はいいですね、やってほしいですけどね。でも両者ともめちゃめちゃな赤字を出して共倒れになりそうになるんですね。でこれでもってですね、結局1885年に、両者の手打ち式が成立する、手打ちが成立する。で、この裏話も非常に面白いんですけどね、このこと言ってどうあんないからですね、三菱とですね、三井系の共同運輸が合併する。で、ただし経営権は三菱が握るんですね。日本郵船会社という日本最大の海運独占会社ができるんですけども、経営権は三菱が握る。で、93年のインド航路、さらに日清戦争後欧米航路ですね、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア航路、こういったものを、三菱は手に入れていく、日本郵船は手に入れていくという、
でこの時期は一つの航路を作るごとにですね、これね、その運賃の3分の1を政府がですね援助するという航海奨励法っていうのを取って、政府の補助のもとにですね、これね、いわば大発展を遂げていくと。から鉄道業は最初はですね官営です、これはね、だから東海道線っていうのは官営、国営でできるわけですけれども、ところが、松川が1881年、に日本鉄道会社っていうのができるんだよね。でこれはですね民営なんですよ。で、これはですねこれね、実力処分によってですね膨大なですね金禄公債をもらった家族、旧大名とかですね、これね貴族、公家ですね、こういった金禄公債を資本にして、ですね、当時政府の中心であった伊藤博文がと岩倉具視が中心になって、ここでもってですね、これね、いわば毎年毎年業績に関係なくですね、これね、数十パーセントの配当金を政府が保証するというむちゃくちゃな話ですよ、これね、日本鉄道会社の初期っていうのは。だからですね、寄ってたがってやるわけですよね、家族はですね、だから、ね、旧大名とかですね、家族が没落するのを防ぐために民間の鉄道会社を作ってですね、これね、東北本線経営するわけですけれども、こんなも黒字になんかなんないですよね。ただし毎年毎年ですね、数十パーセントの配当を保証しますよ、政府資金で。これでやったわけだね。だからね、これね、伸びていくわけです。からまあ、さっきも言ったように86年から89年の投資部門に関してはですね、鉄道部門にもですね、これね、いわば投資が集中していきます。政府の保護政策がありますからね。だから山陽鉄道とか九州鉄道ってのはできてきます。から、まあ日本鉄道は1891年にはですね、上野から青森まで東北線を全通させます。まあそれに先だって89年に東海道線は全通しますよね。東京から神戸まで。で、東海道本線の方はですね、官営ですけども、日本鉄道はより東北線の方はですね、民営です。で、1889年の段階で民営鉄道の方が官営鉄道を追い抜いちゃうと。っていうことですけども、これは日露戦争後民営鉄道の 90% 国が買い上げるというね、鉄道国有法というのが出来かれて、これによって日本の鉄道は 90% 以上が国営に変わっていくわけです。これは日露戦争におけるシベリア鉄道の軍事輸送というね、人間果たす役割というのを非常に多く見るんですね。だから鉄道っていうのはですね、これね、いわば軍隊の移動の要であるということから、どうしてもこれは国営にする必要があるんだということでもって、日露戦争もほとんどの鉄道が国有になると。これが国鉄になって現在の JR 長崎になるわけですね。まあ、ね、で、どうでも、ところでこういった一連のですね、政策を続けていく上でプラスになっているのが、なんて言ったって日清戦争後のですね、特にね、政府が取った金融財政政策っていうのが非常に大きな、ね、要因になるわけです。で、なんて言ったってですね、これね、日清戦争の賠償金は、五平銀2億テール、それに遼東半島還付金というのがね、遼東半島三国干渉で返さなきゃならなくなったわけですけども、ただで返すんじゃなくて3000万テール取ったわけですよね。だからですね、日本貨に日本の貨幣にして約ですね3億6000万円、3億6400万ぐらいになるんですね。で、当時の1年の国家予算が9000万ぐらいの時代ですから、国家予算の約4倍というですね、天文学的な賠償金を取り入れた。で、日清戦争の戦費は2億円と言われるんですね。だからそういう点から言うと、日清戦争は非常に儲かった戦争なんですよ。だからね。で、ところが三国干渉で、ね、ロシア、フランス、ドイツの干渉で、いわば両党半島を返還しなきゃならなくなって、しかも、ロシアがですね、これね、満州から朝鮮半島に影響力を残していくと同時に、日本人が返したですね、これね、両党半島の旅順大連をですね、これね、租借して鉄道を引くという、
こういうことになってくるわけですから、いずれはですね、これね、満州朝鮮、特に朝鮮の支配権をめぐってロシアと一戦やらなきゃなんないということになるわけですよね。まさに日清戦争というのは次の戦争を用意したわけですけども、だから、これはですね、日清戦争の賠償金の4分の3は直接的な軍拡にすぐ突っ込まれちゃうんです。で、4分の3の軍拡というのは軍艦や武器やですね、さまざまなものを買い入れていくということですけども、常備兵力を数倍にするとかね、やるわけですけども、特にロシアと戦うということを前提にすれば、なんといってもですね、これね、海軍力が問題になるわけですね。戦場は朝鮮満州になるわけですから、そういう点から言うとですね、兵員の輸送から含めてですね、これね、ロシアの艦隊を黄海から日本海のですね、これね、いわば制海権を日本が取らなきゃならないわけです、そういう点で猛烈なですね、海軍増強ということが必要になるわけですよ。で、そういう点で一挙的に突っ込んじゃうんで、そうするとこれは基本制度を取るですね、イギリスやアメリカから、重工業製品がどん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 輸入されてくるということになるんで、貿易はまたまたですね、これね、日清戦争の真っ赤っかの大赤字になっていくわけですよね。で、特にですね、この時期に欧米というね、イギリスやアメリカという国々からですね、軍艦やですね、武器弾薬といったものをですね、こうね、買い込むわけですけども、これらの国々はみんな基本姿勢を取ってるわけです。それに対してですね、日本の場合には1886年から銀本位制ですよね。これですね、これね、決定的に不利なわけです。なぜかという問題になりますけども、1890年代というのはですね、これね、どん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 世界的な銀の大増産によって、金銀以下が銀の価値がどん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 金に比べて落ちていくわけですね。これ幕末期にですね、金対銀は幕末の開港期にですね、これね、国際的に1対15だったと。で、日本の国内は1対5だったんで、日本の小判が流出したっていうのは前に話したと思いますけども、これは幕末期1859年ですね。で、1897年の段階でどうなってるかというと、金銀比較っていうのはですね、これね、1対30になってるわけです。銀の価値はほっといて2分の1になったわけですね。ということは、ものすごい円安がですね、ずっと進行したということなんです。現在と同じ、現在また円高になりましたけどね、アベノミクスで一時円安になりましたね。円安っていうのは輸出に有利だけど輸入に不利なんですね。で、輸入製品がどんどん高くなるわけですよ。だからそういう点からは、これは相対的なもんだから、そういうことね、どん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 円安になるっていうことは致し返しなんで、つまりアメリカやイギリスに対して最大の輸出産品である生糸を輸出するにあたっては安く輸出できるから有利なんですよね。ただしアメリカやイギリスから工業製品を輸入する、重工業製品などを輸入するにあたっては高くなっちゃうわけです。だから不利になるわけです。だから製紙業者というのは金本位制が取られることに関してはものすごく反対するわけですよ。だから紡績業者も反対するわけです。金本位制で輸出産業というのはですね、反対するわけだけども、ただし何だったって国家の命運をかけてですね、重工業製品をですね、これね、軍事費増大しましてですね、これね、それロシアとやんなきゃなんないって言うんでもって、これは死のもの言ってられないって言うんでもって、1897年に第二次松方最初内閣の時、大蔵大臣も松方兼任ですけども、貨幣法というのを制定しました。でもって、金本位制を採用されるんですね。だから1886年にですね、これね、銀本位制になって11年後に金本位制を採用すると。そうするとこれは
1円金貨っていうのは1.5グラム含んだ1円金貨っていうのは、これをつまりこれね、原価とするわけですよね。で、ところで1ドルというのはこれちょっと誤差でも約ですけどもね、あ、時間ごめんなさい、 0.75 グラムですね。で、1ドルが 1.5 グラムです。間違えてますね。で、そうするとですね、ここでもってですね、これ1円と1ドルの関係っていうのは、このですね、金と結びついたことによって、1ドル約2円、つまり100円約50ドルという関係は固定されるわけですね。こういうの固定相場制っていうわけです。で、今みたいに毎日何円何銭の円高円安なんてならないわけです。つまり金融本位国に対する、アメリカやイギリスなどのですね、先進金的な、ね、金融本位国に対するですね、これね、為替相場は固定差分を固定されるという形になるわけですね。で、それはですね、欧米からのですね、物の輸入にも有利だし、特に欧米から資本を輸入するとき、外資を導入するときに金本位制が有利になるわけです。で、ところで日清戦争の賠償金というのはどういうふうにもらったかというとね、これ8年月付かなんかでも払うというのが約束なんだけども、このですね、日清戦争の賠償金に関してはですね、固定金2億3000万程度、3億6000万円なんて、こんなですね、金額を当時のですね、弱体化した新国が払えるかったら払えなかったわけですよね。だから国内のさまざまな利権を担保にして、欧米から金を借りて日本に払ってたとぐらい言いましたよね。そのために中国の分割が一気に進んだというのは前回言いましたけども、日本はですね、これをね、イギリスでポンド金貨で受け取ったわけです。受け取るということになったわけですね。そうするとここが問題なんですけどもね、経済市場の厄介なところなんですけども、これをもってですね、まあ、ね、賠償金がですね、まあ、ね、まあ、ロンドンで、イギリスのロンドンでポンド金貨で受け取るという形になって、そして唯一の為替銀行である横浜証券銀行のロンドン支店を日本銀行のロンドン第一支店として、そしてここにですね、ポンド金貨で積んだわけです、金を。これを在外成果って言います。だから金本位制っていうのは、日本銀行は現在の不換紙幣ではなくて金打換紙幣を発行するわけですよね。ということは一定の金準備というのが必要になるわけです。つまり打換紙幣というのは表面に、例えばですね、これね、日本銀行と、このですね、日本銀行が発行する100円紙幣というのの表面にはですね、いつでもですね、これね、100円金貨と交換すると、金 0.75g の含有する金貨と交換するということは表面に書かれてるわけですよ。だからそういう点でその紙幣を受け取った人間が日本銀行に持ち込んで金に変えてくるって言ったら変えなきゃなんないわけですね。まあ金、地金そのものではなくて金貨に変えなきゃなんないわけです。例えば1円紙幣を持ち込んだらですね、これね、1円金貨、金 0.75g を含む1円金貨の交換しなきゃなんないから、そのために打換に備えて一定の金準備っていうのが必要なんです。これね、でそれを成果準備っていうわけですけども、つまりこれは日本銀行が発行するわけですから、
国内に羅漢準備として国内に成果金貨を置いとかなきゃいけないわけですけどね。でこれに対して大部分の成果はですね、在外成果として倫敦に持つわけです。でなぜこういうことが起こったかっていうとですね、これね、どん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 金羅漢紙幣の発行というのを増やしていくためには、つまり経済を発展させていくというのは緩やかなインフレになりますから、今でも金融緩和とかやってるのはその理由ですからね。経済の発展していくにつれて羅漢紙幣の発行量というのは増やさなきゃいけない。そのためにはですね、金準備ないに金準備量を増やしていかなきゃいけない。だからそういう点で金準備量のですね、これね、何倍とか何十倍ってこれはもう法律で決まってるわけですけども、それしか発行できないという条件を、がありますから、常に金準備量を増やさなければですね、金羅漢紙幣の増発というのはできないわけですね。と金これをですね、増発しようという時には必要に応じて在外成貨というロンドンにある金貨を日本銀行のですね、成貨にですね、これね、組み込むと、こういうことをやらなきゃならないわけです。でところでこれは日清戦争の賠償金を戻りですね、これやったわけですけども、日清戦争の賠償金というのは4分の3がすぐ軍拡に突っ込まれたわけですね。この後も貿易は真っ赤から大赤字になります。赤字分に関しては別にですね、不完紙幣を使わせるわけにいかないわけだから、最終的に金決済、金で決済されますから、日本の持ってるですね、これね、成果はどんどん減っていくわけですよ。そうすると常に外国からですね、これね、その分は借りなきゃなんだけどね、つまり外資を導入してですね、これによってですね、成果準備というのを補充しなきゃなんないわけですけども、当時日本の東京などに国際的なですね、これね、銀行の支店などは一つもないという状況です。世界の金融マーケット中心は一極集中的にロンドンです。ですからほとんどのですね、これね、日清戦争で受け取ったポンド金貨のほとんどをですね、これね、ロンドンに置いて、これを一種の担保として内地成貨を補充させて、ようやっと金本位制を作り上げると。でこれを維持するためには常に外国からですね、ロンドンの在外成貨にですね、外国から金を借りてですね、ここに入れさせる。でつまりロンドンであるからですね、これね、いわばイギリスのですね、これね、財界がこれに外資に応じるという形になるわけですよね。こんなもん東京だったら応じないですよ。だから、こういうとこがね、日露戦争の背景としてね、何度も僕言ってんだけどですね、これね、なかなか分かってもらえないんですけどね、日露戦争の時にですね、これね、世界最大の陸軍国であるロシアと戦うのにあたって、明治の元軍たちは非常にビビってですね、これね、ロシアと協商関係を結ぼうとするんですね、確かにね、日露協商で。あの時に2つの路線が出てくるわけでね、イギリスと同盟を結んでロシアと対抗するか、ロシアと同盟を結んでですね、これね、満州朝鮮権益に関してですね、これね、その確保に走るか、これは当然ながらイギリスと対立という路線です。で、その2つでもってですね、大きく割れたと言われるんですね。でかろうじてですね、イギリスがこれに応じたんで日本が日英同盟を取ったんだというふうによく説明されるわけだけども、日露協商って可能だったのかということなんですね。つまり国内のですね、これね、貨幣発行の要である金準備の大部分をロンドンに置いてですよ、イギリスと対立してロシアと結ぶなんてことが可能なのかということですね。だから経済過程を無視した外交というのはありえないわけです、絶対にね。つまりポンド金貨という金玉を抑えられてるわけです、イギリスにね。ありえない、そういう選択は、日露協商なんて選択は、いくら井戸平論にね、躍起になってやったって言われたって成立しないんですね。っていうのは完全に、そしたら日本国内ようやっと出発点に成立した資本主義そのものの根底が崩れちゃうんですよ。じゃあイギリスがですね、担保としてですね、これね、抑えてる在外成果をですね、これね、
抑えられたらひとたまりもないんですね。だからそういう点で1902年に日本がなぜ日英同盟という選択肢を取ってロシアと対立したのかという問題も、この段階において経済の要になる白権制度そのものの根底の金準備が在外成果によって支えられているというね、その在外成果というのはロンドンの金融マーケットの力によって支えられているわけで、ここと対立してですね、これね、いわば、何らかの形でですね、これね、日本の資本主義が生きていく目はないわけですよ。で、そういう点はですね、いくら当時の為政者ね、がの中で2つに分かれてですね、これね、真剣な対立が起こったとかなんとかっていうのはですね、まことしやかに政治史上は好きなんでみんな書きますよね。だけど僕は日露協商なんてことは空論だと思ってですね、ありえない。でそれはですね、ある意味で言うと近現代のですね、政治外交というのは経済過程抜きには絶対に成立しないんですね、経済的に。だからアベノミクスのようなデタラメなことをやってる限りはアベの政治なんて劇的にどっかで崩れなければおかしいんです。だって経済的回転にありえないことをやろうとしてるわけですから。異次元緩和が崩れた時には異次元の生活破壊になりますよ。でそれは、全国民の生活が一挙的に破壊されるような形になります。でその準備も、ね、実はしなきゃならないと思いますね、僕たちはね、もうそろそろね、本当にあと 1,2 年でやばいところに行くんじゃないかという気がしますよ、今の日銀の政策とか見せると。まあ余計なこと言ってもあれですけど、でこの時期は非常に松方が賢明なんですね、まずね。だからその、まあ伊藤と小村でもって日清戦争の賠償金に関してはですね、新興が当然借りなきゃなんないと、借り口で調達するのはロンドンのマーケットだってことでもって、ロンドンにポンド金貨として積んで、そこでもって積まれてるポンド金貨を利用する形でもって金本位制に無理をして金本位制になるわけですね。だから外資が在外成果を補充し、在外成果が内資成果を補充するという、こういう形をとって常にですね、これね、イギリスがのロンドンのポンド金貨というのがですね、日本のね資本主義を支える上で非常に大きな問題になってくるわけです。だから1902年から1922年まで20年間にわたってですね、日英同盟というのはまさに日本資本主義のですね、これね、いわば要石なんですね。で、ただしこれはですね、欧米と対立はできない。だからそういった点で日本資本主義の弱点で、1937年以降の日中戦争においてですね、まあ、前から言えば31年の満州事変においてですね、これね、なぜですね、これね、日本がアメリカ、イギリスと対立できたのかという問題は、日英同盟がもうその時期にチャラになっていると同時に在外成果が意味を持たなくなっているわけですよね。世界大恐慌の中で在外成果が意味を持たなくなっている段階において初めて可能になるわけですよ。でそういう点から言うと、この在外成果がそのものをですね、日本資本主義の弱点だというふうにね、経済市場は言われます。で非常に大事なことなんです、この在外成果の問題っていうのは日本の外交の要にもなりますからね。から、この時代特に日清戦争前後に次々とですね、特殊銀行というのは設置されると。で、民間資金だけでは足りないわけですね。政府が中心になって特殊銀行というのは、特殊銀行の特殊というのは何かといったら、特殊の分野にしか融資しないということなんです。だから銀行というのはさまざまな資金を集めますけど、預金として集めますけども、融資先が決まっているということ、特定されているということなんですね。で、横浜証券銀行は貿易金融しかやらない、日本環境銀行は農工業に長期消費資金を供給すると、後の第一管理、第一銀行と合併して第一管理、今はみずほ銀行になりますけどね。から、都道府県に農工業に資金、長期資金を提供する府県農工銀行ができている。から1899年の台湾銀行は、これは、ね、下関条約で植民地台湾を獲得して、植民地台湾の唯一の発見銀行として、日銀のような役割を果たすために台湾銀行を作りますけども、これは民間にも資金を貸し出すというね、そういう特殊銀行になります。だから
1902年の日本工業銀行は主に外資を導入するための、銀行だと。でこれがスナイコンね、現在の三菱東京銀行となって、これがみずほ銀行になってですね、横浜証券銀行の方が後にね、東京銀行になって今の三菱東京 UFJ になってますけどね。でだいぶあと30分ぐらいで簡単に済まさないといけないんだけども、次に日本資本主義の発生というところで、社会運動の発生ということで革命期の労働者の状態ということに関して、5ページでいきます。でここでとにかく押さえていただきたいことはですね、このスナイコンね、資料の一番最後のところに出てますけども、工場労働者数の内訳、これはあくまで工場鉱山なんかも入れれば別になりますけどね、工場に関してはこれは1886年で紡績製紙織物、これでもって半分ですね。から1900年にはこれはですね、これね、この紡績製紙織物関係でもってですね、これね、実にですね、これね、 60% はですね、これね、を占めると。でしかもこのうちの約9割が女性です。で1900年の繊維産業では 88% という数字がありますけども、こういった圧倒的に女性の労働者の比重が高いということね、が出発点でのですね、これね、工場労働者の特徴です。からもう一つが、唯一のですね、これは紡績業にしろ製紙業にしろ唯一のですね、これね、日本の強みはですね、労働者の賃金水準が低いということなんですよ。だからね、インドやですね、中国よりも低いんです。で、これですね、製紙女工の実態というのが次のこのところ一番最後のですね、今度は物件市場の方からの資料の2というところに、政治情報の実態というのが出てますから、バーッと読んできますけども、これはあの横山源之助というですね、人の書いた日本の仮想社会という1899年に出された、ですね、これね、レポルタージュですけども、ここでですね、こういうふうになったんですね。よかって桐生足利の企業地に学び、桐生足利というのは高級木戸織物の産地ですね、江戸時代の末期にはね。で聞いて極楽見て地獄、職工自身が近く口にせると同じく、世もまたその境遇の花肌式を見て、これを案外となせると。とてつもなくひどいですね、もうね、境遇状態だと。しかも桐生は足利を辞して前橋になり、製紙職工に接し、さらに織物職工より花肌式に驚けるないと。だから絹織物業地に行って職工を見ると非常にひどい状態だというけども、製紙職工、糸を作るですね、職工に前橋に行ってみたらもっとひどいと。で労働時間のごとき忙しき時は朝床を入れて直ちに業に服し、夜業を12時に及ぶことまれならず、ということで、労働時間を忙しい時はですね、これね、平均労働時間が15時間だと言われてますね、とかね、18時間というような状況もあったと言いますけども、朝6時から始まって夜の12時までですね、働くなんてことはね、ザラだったと言われますが、これは精神情報の、ね、労働時間ですが、で、こういうですね、こうね、ことがですね、こうね、まるではなかったということですね。それから、食べ物は割麦6分に米4分、寝室は豚小屋に類して就労を見るべからず、食べ物はですね、大麦が 60%、米が 40% とですね、これね、米飯というやつですね、これね、これはあのこう私の若い頃もですね、留置所なんかに入るとですね、これね、麦飯食わされてですね、丁寧に会いましたけどね、あんなこと言っちゃいけない麦とが吸えたような匂いでどうしようもない、食べられたもんじゃないですけども、今なんか麦ご飯というのはですね、健康食品になってですねものすごく高いらしいですけどね、これ大麦ですからね、臭くてですね、見えないですよね。で、寝床がですね、豚小屋に類するようなですね、不潔でですね、これね、もう目も当てられないというようなことですね。特に驚くべきは、某地方のごとき
業務の暇なるときはまた機を定めて方向に出し、習得は古書これを取ると。つまりですね、これね、いわば年間契約でもってですね、前金でもってですね、いわば一種の奴隷労働力として来てるわけですよ、情報ってのはね。手配師に集められて、で、松川財政の旧白人の村からですね、これね、1年間でですね、飯は食わしてやると、で、これだけの給料を与えてやるからって思って、前金でもって来ちゃってるということですね。そうすると、いる間に暇になったらですね、これで雇い主が他のところで働かせてですね、これね、その給金は雇い主が取っちゃうと、こういうこともやってるんです。一種のですね、これね、奴隷のような労働力ですね、労働力ですね。で、しかして1か年支払う賃金は多くも20銭を入れざるないと。しかして彼ら、工場の製品地方に来たる企業地もしくは宝石工場に見ると等しく、募集人の手より来たるは多く、来たいて2、3年なるも隣町の名さえ知らざる者ありということですから、つまり地方地方に行って休泊した農村のですね、こうね、いわばですね、こうね、若い女性たちをですね、一種半分だまくらかしてですね、これね、連れてくるわけですよね。募集人というのはですね、手配師ですからね。で、来たらもうですね、これね、前金渡してあるからと思って一箇所に閉じ込めて1日に15時間も働かして、するわけですから、そういう点で2、3年も来てる経ってもですね、隣町の名前も知らないと、こういうような状態だとですね、その地方の者は身の工場の群れにいるとを持って茶屋女と一般堕落の境に陥る、堕落の境に陥るものとなすということですからね。つまり企業地の精神が盛んな地方の人々は工場になるということをですね、これね、売春婦になるのと同じような目で見るということですよね、ということはね。で、もし各種労働につきその職工の境遇にして哀れむべきものがあれば精神工事、職工を大事たるべしということですから、まあ、宝石職工よりもですね、精神職工の方がはるかにですね、労働条件が悪い。宝石は昼夜に交代制ということですけども、精神業はですね、これね、15時間から18時間が一般的だったと言われてますからね、大変ですよね、ブラック企業の最たるものですね、これね。で、そういった状況が、ただしそういった賃金水準が日本のいわばですね、ね、産業革命を支えていくわけですね。で、特に生糸、独占的に輸出できる生糸のですね、こうね、輸出の増大というのを支えているわけです。次に社会問題ですけども、特にですね、顕著な社会問題ですので、一つがですね、これね、1888年に、政教者の機関紙、日本人が、ね、高島炭鉱の惨状というのボルタージブを載せたんですね。で、副題がですね、3000の奴隷をいかにすべきというですね、ね、副題がついたわけです。で、これはですね、三菱が経営する高島炭鉱の労働者のですね、これね、状態が、これはもう大暴動が繰り返し起こって、7度も軍隊派遣してですね、鎮圧してるわけですよ、1880年代以降ね。で、ここではですね、納屋制度、販売制度っていうようなものが盛んであって、もので、労働者が非常に奴隷と同じような労働条件のもとに働かされていると。納屋制度っていうのはですね、これね、いわば三菱との会社がここの労働者を雇用するのではなくて、三菱は各納屋頭とこう契約を結んで、派遣会社みたいなものですね、今風で言う。そして直接雇用ではない、納屋頭がですね、各地からですね、これね、労働者を集めて、ここでもってですね、働かせると。特に多重債務者とかですね、囚人とかね、こういう労働力なんですね、職業がいたらね、囚人労働になってますから。そうすると、これも高島炭鉱の惨状ですね、から見ておきますけど、工夫の就業時間は12時間にして、3000の工夫を対別して、昼の方、夜の方となし。昼の方は午前4時に校内に下り、午後4時に納屋に帰り、夜の方は午後4時に校内に下り、翌日午後4時に納屋に帰ると。12時間労働ですね、これね。12時間工夫。で、その工夫が12時間取るところの労業区役、区役は、まず第一に校内1、2里のところにいたり、4キロから8キロぐらいまでね、校内を潜っていって、背丈も伸びぬ体操館を置く。
クッポ玉立しですね、這いずり回ってですね、ね、鶴橋その、鶴橋、地雷カモ等を持って1回2回と採炭し、これを父母、に父母に盛り、木庫ですね、竹の木庫に盛り、重量15、16巻ないし20巻なるを生えるがごとく、忍ぶがごとく、一丁二丁と担いつつ、蒸気軌道に運ぶないと。這いずって言ってですね、炭素のところまで行って、鶴橋とかですね、こういう道具を使って、一塊、二塊と石炭を取ってですね、これをね、これを竹籠にですね、これで、5、60キロから7、80キロも入れてですね、これをね、これを引っ張ってですね、ここね、蒸気軌道まで持ってくると。こういう労働だと。でこれを12時間やると。で過度の労力に耐えずして休憩をこい、あるいは悩、あるは悩ましだ、一口の意に逆らうものがあるときは見せしめと称し、その功夫を後ろ手に爆し、両上に釣り上げ、足と人を指摘するにおいて打撃を加え、ただ功夫、周功夫をしてこれを監視せしむというんで、休憩がほんに休みたってほしいとかですね、またはね、苗頭とかですね、こうね、現場監督のですね、こうね、意に逆らうようなですね、労働者がいた場合には、見せしめとしてこれをですね、後ろ手で縛り上げて、針から吊り上げてですね、こうね、そしてですね、これね、これをですね、こうね、いわばですね、これね、打撃を加えて、みんなにですね、晒し物にして見せたと。こういうことをやってると言うんですね、これね。で、これがですね、出されて非常に社会問題化するわけですけども、うやむやのうちにですね、これね、いわば終わってしまいます。つまりこれは納屋頭がやったことであって三菱がやったことではないということになるわけですよ。派遣業が間に入るからね、今の派遣業が間に入ったらですね、ブラックバイトの労働装備と全く同じことですね、これね、100年経っても変わらない、これね、直接行為ではないということがこういうことをですね、これね、弁解になるわけですけどね、この納屋頭が立ちが悪いからこういうことが起こるんであって、私たちはちゃんとですね、指導してますみたいな話になるわけだから次に、4にないきなり4になってますが、2ですね、足尾銅山の鉱毒事件に関しては、これはですね、これね、一応昔作った資料で足尾銅山鉱毒事件の田中正造というのをですね、作りましたんで、一応年度まで入れたんで、これをですね、暇な時にですね、バッと見ておいてほしいんですけどね、この足尾銅山鉱毒事件についてすごく思うことは何かというとですね、これね、そんな前のことではないんですね、これね。それと同時に、この足尾銅山鉱毒事件に関しては田中正造がですね、生涯をかけてこれに取り組んで、谷中村が廃村になってですね、水没するまで抵抗しますけどもね、でこの谷中村の廃村に関しては当時の社会主義者の荒畑寛村、これ茅ヶ崎に住んでたんですね、これね、荒畑寛村が谷中村滅亡史という有名なですね、こうね、省庁を書いて、これ岩波新書文庫から出てますけどね、そしてなんとですね、最近の荒畑寛村は1970年代に僕は話したこともあって、すごくここ厳しいおじいちゃんでしたけども、すごく面白い人でしたけど、この人が水俣病に関してですね、石牟礼道子と対談してるんですね。そして50年前に起こったことが、ああいう形で終わったことが、そのままの形で水俣でまた繰り返されてるということを盛んに言うわけですよね。でまさに日本の公害運動の原点なわけですけども、まさにこれはですね、これね、いわばまずですね、公害の発生源がなかなか認めない、自分のところでやったことではない。見た目たにしろ別の問題にすり替え、ね、それと同時に、ですね、ね、運動の中心に関してですね、さまざまな形でですね、買収するとかね、そしてですね、ね、最終的にはですね、スズメの涙の賠償金で立ち逃したりして終わらせるという、全く同じ構造をですね、これね、半世紀経って水俣で繰り返されているわけです。で、まあ足尾銅山鉱毒事件の細かい経緯についてはですね、一応全部書いておきましたから、見ていただきたいと思いますけども、これは立憲関心党のですね、栃木県出身の田中正造が生涯をかけてこれに取り組むわけですよね。
まあ、勝海舟がですね、田中正造に関してはですね、これね、品性から言えばね、日本の総理大臣にしたいのは田中正造だって言った有名な話がありますけども、まあ、あの江戸時代のですね、いわば村役人層の良心というのが一体どういうものであったのかということをすごく感じさせられるんですけども、田中正造は、まあ、江戸時代のですね、これね、村役人層の出身ですよね。そして、栃木県からですね、衆議院議員になって、そして生涯を挙げてですね、これね、このですね、足尾銅山鉱毒事件に取り組む。で、衆議院の質問に関してもですね、この、ね、質問の担当者はですね、これね、陸奥宗、農工大、農商大務大臣の陸奥宗光に対して足尾銅山の操業停止ということを訴えますけども、陸奥宗光の息子はですね、これね、足尾銅山を経営している古川一兵衛の、ね、娘婿なんですね。もうね、そういう構図なんですね。まあ、水俣病を引き起こした日本チストのですね、先代社長がですね、これね、今のですね、皇太子妃のお父さんだったというのは有名な話ですけどね。だから、今のですね、これね、いわば皇后が石牟礼道子に会いに行ったってことは相当大きなことなんですけどね、今の天皇の時にとってはね。そこまで皇族だから天皇家はですね、一切水俣病に関しては立ち会う、あの話題とすることができないとされたわけですからね。小畑さんが社長だったということもあってですね、これね、だけどこの時は見え見えですよ、これね。だって監督責任の最高責任者のですね、商工大臣がですね、この陸奥宗光がですね、これね、古川一兵衛の、ね、ですね、婚姻家の息子がですね、これね、古川一兵衛の娘をめどってるわけですからね。だから何言ったってですね、これね、いわばですね、これね、ごまかされてしまうと、相手にされないと。さらにその後ですね、これね、ですね、陸奥が死んだ後にですね、商工大臣から内務大臣の首相になった原隆、原慶、これがですね、答弁に立つわけですけども、原慶はですね、これね、古川総業のですね、役員なんですね、これね。だから、そういう点では的確にですね、これ政権担当者に対して古川財閥はですね、これね、ポストを与えてるわけですよ。で、ですから全部ですね、議会での追及なんてのがですね、これ全部うやむやにされると。で、結局ですね、これね、足尾銅山鉱毒事件で腹が立つのが、一番腹が立つのはですね、これね、要するに鉱毒問題を洪水問題にすり替えたわけですね。つまり暴れ川である渡良瀬川が洪水を起こすから鉱毒が広がるのであって、だからそういう点で洪水を起こさないようにすればいいで、ね、渡良瀬川それ遊水地というのを作って、ここにですね、これね、中心となった谷中村、鉱毒の一番広がった谷中村をそこに水没させると、こういう形で決着をつけちゃうわけですね。で、田中正造は全財産使い切ってですね、これね、いわば議員もですね、これ辞職して、その後最終的に天皇に直訴します。で、これは当時の天皇直訴っていうのはこれはですね、大逆罪ですからね、死刑なんですね。だから本当だったらですね、これね、死刑になって社会問題化したいっていうんでもって、いわばですね、これね、明治天皇に直訴したわけですよ。なお田中正造が直訴した時のこの直訴状は後に大逆事件で死刑になった高徳秋水に書いてあるんですね。で、ところがこれをですね、田中正造を大逆罪で死刑にしたらとんでもない社会問題になるわけですよ、これね。まさにですね、これね、江戸時代の義民伝説が蘇っちゃうわけですからね、桜宗五郎みたいになっちゃうわけですよ、田中神社なんみたいなのができてですね。だからどうなったかって言ったら、狂人の仕業とされたんですね。精神異常者が突然天皇に、馬車に駆け移っただけだという形で、狂人の仕業として一切罪にして問わないと、こういう形で黙殺されたんですね。で、そういう点ではやっぱりすごい運動ですけども、まあですね、この足尾銅山鉱毒事件がうやむやのうちにですね、これね、全部握りつぶされていく過程っていうのは、現在の公害運動をそうです、ね、特に水俣をはじめとする、ね、公害運動のいわば原型を見る思いで、まあ、全く変わらないとしてしまうね、というふうに思いますね。
からロード運動に関してはもうそれほどですね説明することも読んでいただければ、ね、ロード運動社会運動というのは分かると思うんですけども、まあ1897年が日本資本主義回帰の年だということを言いましたけど、97年っていうのは各地で労働争議が頻発した時期なんですね。そして日本最初の労働組合を作れという結成奨励団体として、労働組合規制会っていうのが1897年に高田房太郎と片山線によって作られる。だから日本の労働組合の出発点となるのも1897年なんですね。で、そして労働組合の規制会の呼びかけに応じてもって鉄鋼組合とかですね、これね、日本鉄道共生会とか鉄道労働者ですね、これ産業別労働組合ですからね、この時期初期においては。鉄鋼組合なんて陸軍交渉なんかを中心とするですね、これね、いやまあですね、これね、軍の交渉に勤めるような人々のですね組合ですから、そういったですね産業別組合が次々と作られていくという形ですけども、これもですね、これね、1900年に山形有朋内閣によって治安警察法でもって労働者の団結権が否定されますからね、初期のですね労働組合は全部これでもって解散になっていくわけですよね。から社会主義運動に関してはもうそこに見ておいていただければいいというふうに思うんですけども、特徴としては初期の社会主義運動の出発点はキリスト教であるという点に特徴があるんですね。キリスト教の人道主義の立場から社会主義に入っていくという人々がほとんど高徳出身に除いては、例えば社会民主党を作った時にそこに書いておきましたけど、の結成メンバー6名のうちの5名高徳以外の5名は全部クリスチャンですからね。だからキリスト教の人道主義から見て今のその当時の労働者の状態がいかに凄まじいものであってひどいものであるかと、いうこと、ここから社会主義運動というのが出てくるわけですね。でこれもですね、これね、1910年の大逆事件で一挙的にですね、これね、大乱を作らわして、明治期にほぼ社会主義も冬の時代になると。からその他の社会運動で、従軍慰安婦問題も絡めて注意していただきたいと思ってそこにちょっと細かく書きましたけどね、廃焼運動というのが18世紀の末に非常に盛んになるわけですね。先進的な女性のキリスト教徒、まあ、矢島かじこらが中心になって、日本キリスト教婦人教風会というのが出来上がったですね、これね、これはですね、これね、交渉制度廃止運動というのをやるわけですね。で、これは従軍慰安婦問題にですね、これね、問題になると思いますけども、当時はですね、交渉制度、つまり国家が特定の業者、特定の有価国会の特定の業者にのみですね、これね、女性を抱えて売春させることをですね、これね、許可していたわけですね。と同時に1900年には、貸座敷商議取締規則というですね、規則を出して、これを全国統一したわけです。貸座敷っていうのは、ね、有価経営者の方ですね、女郎屋の経営者の人で、商議っていうのは買収ということですけども、でこれに関しては両者ともに国家に付金を納入する、つまり、商議はというのは一種の前金をもとにしてですね、奴隷契約のもとにですね、居住や外出の自由がない、監禁されて、そういったですね、これね、売買決算などを義務付けられた同時に、貸座敷もですね、商議もどちらもですね、客を取るごとに一定の金額を国に納めるというですね、そういう形で、つまり従軍慰安婦問題っていうのはですね、単にね、軍隊の慰安のためにそういうのを置いたというよりもですね、国家の財政制度の一つの一環としてあるわけですよね。で、例えば、唐行さんというような中本にも出てきますし、まあ、石牟礼道子のですね、これね、椿の海の木なんかにもいっぱい出てきますけども、当時の島原天草のですね、これね、女性たちは非常に多くがですね、これね、日本資本主義の発展とともにですね、東南アジアに行くわけですね、大臣府として。そして膨大な送金をするわけですよ。その送金されてくる東南アジアや樺太から送金されてくるその金がですね、いわばね、外資としての収入源として日本の支えている部分があるわけですよね。
で、それがですね、いわばね、この交渉制度のもとでのですね、まあ、ね、いわば単にこれはですね、これね、商売としてやってるかどうというよりも、日本の国策としてこれはですね、これね、行われている。で、これの廃止運動というのは、もう19世紀の末からですね、これね、教徒会などによってやられているというところですね。で、ですから資本主義派の成立期っていうかですね、これね、19世紀の末のこの資本主義の成立期っていうので、出てくる問題っていうのはほぼ現在の問題と重なってるということなんですね。で、特に僕は市場原理主義というのがね、21世紀になってからまたまたですね、力を持ち始めてきましたけれども、つまり、儲かるものが正しい、儲かるものが勝つ、勝った方が正しい、どういう儲け方をしてるのもですね、いいんだというね、紹介というかね、そういった要するに、むき出しのですね、純粋を市場と命題とするような、そういうですね、市場原理主義というものが今真っ盛りですけども、ここで問われてるですね、ブラックバイトの問題とかね、派遣労働者の問題というのは全部初期のですね、これね、労働者の状態にまたはですね、100年経って戻ってるという気がしますね。で、そこでの対応も全く同じような対応を捉えているということなんで、歴史は単純には繰り返さないとは言いますけども、やっぱりここでですね、こうね、問われていることの問題というのを踏まえた上でその対応というのをですね、考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。もう時間も来てしまいましたので、一応ここで終わらせていただきます。何か質問があったら。あと受付人の方にですね、日本自民党の出した日本国の憲法草案、憲法改正草案のですね、これね、現憲法との対比のですね、これね、小冊子、申し訳ありませんけど、これ200円で売っておりますけれども、お預けあります。で、これを見てですね、現在のですね、政権、まあ安倍政権がどういうですね、こうね、政治や社会を目指しているのかということを踏まえて含めて、まあ、明らかにしていきたいというふうに思うんですけども、まあ、11月26日にですね、憲法学者の小林哲さんとですね、こうね、樋口洋一さんを呼んでですね、みんな科学でですね、これについてのですね、こうね、講演会、それから、まあ、を行う予定であります。11月26日の土曜日ですけどね。で、まあ、それに向けてですね、一応ですね、前提として、まあ、自民党の改憲草案、そして今の憲法とどこかどう違うのかということについて、読んでおいてほしいと思って、持ってきました。特に前々回かやった緊急事態条項についてですね、ちょっと注意して、見ていただけたらというふうに思います。から次回ですけども、10月は最終土曜日が29日なんですけども、これ29日がちょっとですね、これね、東京で江戸時代のことの改憲制度について話さなきゃならないので、その前の週10月の22日の土曜日に行いたいと思いますので、よろしくお願いします。明前寺さんにも許可を取りましたので22日です、次回は。じゃあ何か質問ありましたら、はい、お受けしたいと思います。よろしく。いわゆる、ま、松本さんがですね、アベノミクスを破綻するとは言われますけど、そこら辺は私も非常に懸念はしてるんですけれども、その経済面での、ね、どういった点にその破綻が現れるんでしょうか。松本さん の想像では、それとどういう面でどういった形が出れば、もうその破綻の顕著といいますか、お考えでしょうか。もし分かればお願いしたいと思います。2つの面から見れると思いますね。一つは長期金利がいつ暴騰するか。長期金利を引き上げるって言ってましたよね。今マイナスなのをですね、
マイナス金利の長期金利の10年もの国債の金利はゼロにするってますよね。だけどそんなに簡単に調整できるのかの、日本銀行がですね、国債の買い入れを減らしたら途端に長期金利上がりますよね。上がったところでまたですね、上がりすぎたら下げることができるかと。つまり長期金利に関しては常にめちゃくちゃに金利を下げた状態になってるわけ、人工的にね。さっきも言いましたけども、予測インフレ率をよりも長期金利は上じゃなければおかしいわけで、ほっとけば。だから少なくとも 2% 以上のですね、今はね、長期金利じゃなきゃおかしいのが現在マイナスですよね。これを政府がですね、調整すると言ってちょっと引き上げるって言ってるわけです。でこれがですね、これね、上がり始めたら下げることはできずにですね、バーンと上がり続けると、つまり国債が暴落するってことが一つです。長期金利が上がったらもう預金は全部下ろしてください、すぐに封鎖になりますから。だから長期金利の動向っていうのが一つ、これはなかなか見れないですよね、素人では。だけど長期金利と新聞の株式欄の中にちょっと出てますから、必ずそこは注視としてほしいんですね。だからそこが一つ破綻が起こるという気がしますし、もう一つが 2% のインフレがですね、これね、ずっとある程度安定的に続くまでですね、金融緩和を続けると言ってるわけですよ。で、2% で済むかという問題ですね。上がり始めた、今上がってないからいいんですよ。だけど上がり始めたら 2% で止めることができるのかって、僕は不可能だと思いますよ。だって 60% 通貨量を増大したら物価は倍になってるわけですね、生産戦争の頃にね。で現在ですね、これね、300兆円を600兆円に増やしてるわけだから、通貨供給量に関しては。ただそれがほとんど日銀に寝てるから、通貨として出回ってないから、日銀に各銀行が貸し出し手がいないから積んじゃってるから上がらないわけですよね。だけどこれが出回り始めちゃったら、だってマイナス金利でもってですね、預けといたら損するってんだったら、みんな下ろしちゃって、そういう形でもって通貨として本当に出回り始めた時に物価は上がりますよ、通貨として上がります。その時に 2% 出したらこれでもって調整できるかと、止められるか、僕は無理だと思いますね。だから2つの面から、通貨価値の暴落ということと、つまりはね、意味的には同じことなんですよね。長期金利の暴騰、つまり国債が暴落する、その2つの指標、その2つでもって破綻というのができますし、始まったら劇的にきます。ほら、異次元緩和ですから、異次元のような形でもって破綻できますね。でそれはわずか2年間で通貨量を、通貨供給量をですね、マネタリーベースを倍にしてるわけですからね。これはもうちょっと止められないでしょう。それをずっと続け、今後も続けるっていうことも不可能ですし、誰が考えると思います。よろしいでしょうか。はい、前から今の状況が続けばですね、円が暴落をして、スーパーハイパーそういうことになるっていうお話もありますよね。でじゃあ、今のうちにね、資産を半分ドルにしましょうとか言ってドル預金しますよね、例えば。そうするといざそういう状態になった時にドルを下ろそうと思ってもですね、それも抑えられるかなと、政府から抑えられてどうしようもないんじゃないかというような気もするんですけど、それはどうなんでしょう。円の価値が暴落するっていうのは国内的に見た場合で、国際的に見た場合に円安が起こるから相対的にドルが高いからね、持っといた方がいいんじゃないかっていうふうに言うけどもね、円の価値が極端にハイパーインフレーションのような形を持って暴落するってことは、国内物価がバーンと上がるってことですよね。その時に日本の経済がぐちゃぐちゃになりますね。でアメリカの債権の最大の債務の最大の債権者は日本ですからね、日本がぐちゃぐちゃになるときは、それはアメリカもぐちゃぐちゃになるに決まってるわけです。だから
全部俯瞰視野ですから、これは今ドルもユーロもみんな金と結びついてるわけじゃないですから、そういう点から言うと一つの通貨がね、世界の基軸をなすような大きな通貨がドーンと下がったらですね、それ他の通貨が無事であるわけはない、世界的な通貨危機になりますから、そういう点から言ったらタイムラグはあったってドル預金もガチ化しますよ。まずだから引き下ろするかどうかという心配よりもそちらの方が問題だと思いますね。でおそらくだけど資本投資防止法っていうのをね、高橋財政の時も引いたから、あの日本からも持ち出せない、外国からも持ち込めないっていう形には当然なりますね。それは強化されるっていうのは当然なりますけども、それ以前に今の経済の速度っていうか、そういう為替投機のマネーのね速度から言ったら、もう誰にも止められないような形でもって、連鎖的に連鎖反応的に、まあ、リーマンショックよりももっとひどい形でもって、ぐちゃぐちゃになっていくと思いますね。